今年は関東大震災から100年の節目の年、区では今年を新防災都市高等元年とし、災害に強いまちづくりを進めていきます。区のホームページや区報6月21日号に掲載された防災カタログギフト、防災都市高等備えるギフトはその取り組みの一つです。カタログは6月下旬に順次発送を開始、7月下旬をめどに区内全世帯に配布します。防災都市高等備えるギフトは各家庭の防災力向上を図るものです。防災に関するさまざまなチェックポイントや地震・災害発生時のタイムラインと気をつけるポイントを紹介、そして万が一の際に必要な防災用品や日頃から備えておきたい防災用品を掲載しています。地震発生時の内容を見てみると、まず身を守るために建物の倒壊、家具の転倒落下、ガラスの飛散といった気をつける内容とチェック項目が掲載されています。それに続いて家具の転倒防止用品、ガラスの飛散を防ぐためのフィルムなどが紹介されています。防災用品は災害発生から時系列、状況に合わせてまとめられており、どのシーンでどんなものが必要となるか、役立つかを知ることができます。掲載されている防災用品は200種類以上。申し込み番号の横にあるポイントアイコン、合計5000ポイントまでを自由に組み合わせ、ウェブまたは同封の専用はがきで申し込みができます。ご家族で相談しながら、それぞれの家庭の状況に合った防災用品をお申し込みください。防災用品の申し込み期限は9月30日土曜日、はがきの場合は消印有効です。申し込みした商品は11月から令和6年3月の期間にお届けの予定です。防災用品の申し込みについて、相談や申し込みのお手伝いをする窓口を開設します。会場は江東区文化センター、総合区民センター、豊洲シビックセンターの3カ所。日にちは8月7日月曜日から10日木曜日、時間は午前10時から午後4時です。どうぞご活用ください。防災用品、使い方、カタログの内容についてのお問い合わせは、防災都市高等備えるギフトコールセンター、電話 0120-921-897 までご連絡ください。受付時間は平日の午前9時から午後5時です。またメールでも受け付けています。件名に防災都市高等備えるギフトと記載し、こちらのアドレスにお送りください。その他、ハザードマップなども備え、いざという時に役立つ一冊となっています。防災都市高等備えるギフトがお手元に届きましたら、商品を選び申し込みしながら災害時の行動などについて確認しましょう。